What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね、はい、こんな感じですね。はい、またまたちょっと、ミスド会にはなってしまうんですけど、っていうのが、福引券あったじゃないですか。50個もらえるっていう、もらえるっていうか、まあ、福引券。50個と交換できる福引券みたいな。50個と交換できる福引券みたいなのが5月末までだったんですよ。なのでちょっと5月31日に急がなきゃって思って残りのラスト10個だったので、これら本当にほとんどファンシードーナツなんじゃないかなと思うので、1個だけ確かカスタードがあるんですけど、それとあと新作のもうこれいろんな水戸行ったよ、ほとんど売り切れてて、ザクモッチリングでしたっけ。はい、合ってました。はい、ザクモチリング3種ね、なんとか買えたので食べていこうと思います。ナイス、はい、多分こうがいいかな。はい、それでは早速いただきます。今回も愛も変わらずコーヒーを飲んでいきます。というわけでね、まあこれほとんどファンシードーナツのこっちが新作っていうような感じなので、まあそれらをちょっと食べていくっていうような感じで、1個だけカスタードクリームがファンシーでもなんでもないので、これ先に食べようと思います。はい、まず最初にカスタードクリームですね。ちょっと初めてミスドを冷凍保存したのでどんな感じかと思うんですけど、まあ多分大丈夫だと思います。いただきます。やばい、新しいドア開けちゃった。カスタードクリームはそのまんまでも温めるでもなく、冷凍して常温解凍っていうの30分とか1時間くらいやるとめちゃくちゃ美味しい。アイスみたい。これすごい美味しいです。うわ、君可能性だよこれ、すごいな。ちょっと本当に可能性しかないので、ぜひやってみてみてください。やってみてください。最近日本語おかしいんですよね。はい、じゃあ続きましてこちらですね。ポンデキラキラホワイト。ちょっと言ってみたかったです。食べていこうと思います。まあ普通のポンデリングに白いチョコレート。でね、表面見るとなんかキラキラしてるんですよね。なんかすごいな。ラメかな？じゃあいただきます。うん、もちもちですね。ただまあ普通のホワイトチョコレート、うん、普通のホワイトチョコレートっていう感じです。いやでもあれですね、なんか冷凍してからの解凍でも全然美味しいですね。うん、次こちら行ってみましょう。カラフルホワイトチョコレートっていうものになります。普通にあれですかね、なんかいろんなカラフルなチョコレートのなんかあれを上に乗せた感じのチョコレートドーナツっていう感じでしょうね。いただきます。うん、結構食感が癖になるような美味しさですね。じゃあここでちょっと気になる新作いっちゃいます。じゃあまずこちらですね、ザクモッチリングのおそらくスパイシーミート&ポテトになると思います。なんでそうかって思ったかというと、上にパプリカパウダーたるものが乗ってるので、まあスパイシー感を出してるんじゃないかなというふうに予想しました。ちょっと割ってみましょうか。これ2種類中に入ってるんですよね。よいしょ。あ、でもすごい、お、なんじゃこれ。この段階だとまだ全然スパイシーミートの部分しか見えてないですね。結構なんかカレーパンのあれみたいな感じしますね。いただきます。お、相性良すぎな。これちょっと断面見せます。こんな感じでこっちにポテト入ってて、こっちにスパイシーミート入ってるっていうような感じなんですけど、相性いいな。お前ら3年間クラス一緒だったんかこれ。うわー美味しいこれ。でスパイシーミートもほんのりスパイシーさを感じるっていうような感じの辛さですね。でポテトの部分もちょっと酸味の効いたポテサラみたいな感じします。よし、じゃあまたちょっとファンシードーナツに戻っていこうと思います。じゃあ最初ちょっと一番わかりやすいこちらからいこうと思います。宇治抹茶のチョコファッションになりますね。よし、じゃあいただきます。
なんかオールドファッションは冷凍して解凍するとなんかパサつきがなくなるっていうような感じしますね。しっとり感が結構増した気がします。でもオールドファッション今まで結構毛嫌いしてたんですけど、なんか普通に頼むようになりましたね。なんか普通に美味しいなって思うようになりました。こちらがね、多分クリアンフレンチっていうやつになります。よし、ではいただきます。あ、開けてみせればよかった。これそうですね、フレンチクルーラーとの相性抜群か。これはい、ではこちらがですね、宇治抹茶ドーナツのホイップチョコになるはずです。あー、そうですね、間違いないですね。これ食べていこうと思います。ではいただきます。うん、なんか後から来るチョコの甘さがまたいいですね。ってなると、こちらが宇治抹茶ドーナツのホイップになります。はい、ではいただきます。生クリームの悪魔ですね、これはもう暴力的です。ではここで第2の惣菜、ビーフシチュー&ポテトを食べていこうと思います。これね、ちょっともう見えてんすよね、中身こんな感じで。じゃあちょっと割っていこうと思います。綺麗に断面から割れるっていうことはまずまあないでしょうね。こんな感じですごいぎっしり入ってるって感じですね。はい、ではこのままいただきます。なんだ、君たちも仲いいな。すんごい美味しいですね。ビーフシチューとポテトが合わないわけないんですよね。それがカレーパンのこの生地に入ってるってだけでもう間違いないじゃないですか。ちなみにこれなんか、ネットニュースかなんかで見たんですけど、温めあんまり推奨してないらしいです。このまま食べてくださいみたいな。温めたら温めたら美味しいんでしょうけど、でもこれ普通に買って1時間かな経ってるかな、そう、そんくらい経ってるんですけど、でもすごい普通にサクサクしてて美味しいです。はい、このまま残りあと4つですね、ガンガン食べていこうと思います。はい、こちらがですね、わらび餅&ホイップホワイトになります。わー、すげー。はい、こんな感じで中見えますかね。わらび餅が結構しっかり入ってるっていう感じですね。はい、ではいただきます。わらび餅もさることながら、この黒蜜かな、黒蜜がすっごい美味しいです。はい、ではこちらが宇治ほうじ茶種のホイップチョコになります。はい、まあ中に普通にホイップが入ってるっていう感じですね。ではいただきます。あー、ほうじ茶なんか久々に食べたな、美味しいな。まあ、こちらが宇治ほうじ茶種のホイップ黒糖になります。はい、こんな感じで黒糖は生地に練り込まれてる系かな。まあ、食べていこうと思います。よし、ではいただきます。うん、そうですね、なんか結構後から黒糖の甘さがこうスーってくるような後味が結構くる感じですね。うん、ホイップの量もなんだかちょうどいいです。では最後の大トリですね、ザクモチリングの小豆&ホイップ食べていこうと思います。こんな感じで、もうこっからホイップとこっから小豆がもう見えちゃってるっていうような感じですね。で、上にこれ多分きな粉乗ってんのかな、なんかそんな感じしますね。はい、断面がもうこんな感じで、上が小豆、下がホイップ入ってるっていうような感じです。はい、ではいただきます。
小豆とホイップの組み合わせは間違いないのよこれ。すごいな。で周りがすごいザクザクしてるんで、なんか今まで食べたことないようなカレーパンの生地なんだけど小豆とホイップが中に入ってるっていうような感じですね。で小豆もこれこしあんじゃないですね、粒あんっぽい感じしますね。でもすごいあのこしあん派の私でも美味しいなというように感じますね。うん、ふぅ、ごちそうさまでした。はい、というわけでザクモチリングの新作3つとそれからファンシードーナツ10個ですね。いかがでしたでしょうか。やっぱファンシードーナツは本当に奥が深いですね。結構あれですもんね、多分店員さんとかそのお店の人たちがこういうのちょっとどうかなみたいな話し合って作ったりとかしてるんでしょうね。でザクモチリングに関してもやっぱお店4つ回ったんですけど、昨日2つ回って見つからなくて、で今日2つ回って、で2つ目でやっとあったっていうような感じでしたね。なので回った甲斐あるくらい本当にすごい美味しい新作でしたね。はい、というわけで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you very much for watching today's video and I'll catch you in the next one. Peace out.